こんにちは、作りに夢中、三つ峰すずです。今日は違いのわかる猫人間になろうと思います。もちろん USB ケーブルの違いです。皆さんはこの USB Type-C ケーブル、見た目で仕様を判別できますか？見た目ではほぼわかりませんね。今回はこれを判別できるツールを使ってバシッと見分けていきます。最近はタイプ C がかなり浸透してきましたが、通信が遅い、充電が遅い、映像出力できない、サンダーボルト非対応などなど結構違いがあります。今回取り上げるケーブルを見分けるためのツールがビットトレード1 USB ケーブルチェッカー2です。小さなディスプレイと LED、 各種の USB コネクタを備えたコンパクトなツールが大会の USB ケーブル事情に救いの光をもたらします。具体的にはケーブル内の血栓、抵抗値、ケーブルの交渉仕様がわかります。今回ビットトレード1様より特別なクーポンをいただいております。概要欄から公式オンラインショップをぜひチェックしてください。まずは一つ実際に使ってみましょうか。ケーブルチェッカーの電源を入れてチェックしたいケーブルを A、B 間で差し込みます。ディスプレイの表示を見てみましょう。このように電源ラインの抵抗値、血栓、Type-C の CC ピンがディスプレイに表示されるとともに、信号線の血栓状態は LED で表示されています。 LED のコネクションの表示からちょっと解説しますね。 2.0 と書かれた範囲はUSB2.0 以下で必要な血栓です。電源の V バスとグラウンド、データ通信の D+D- です。 3.2 と囲われたところはいわゆる USB3 シリーズの Gen1、Gen2 で使う血栓です。 USB3、Gen1 なら PX1+、PX1-、RX1+、RX1-、 Gen2 ならさらにSBU1、SBU2、RX2-、RX2+、PX2-、PX2+ が必要です。オルトモードによる映像出力では、ここでいう 3.2 の血栓が必要なので、この LED 表示で確認できます。ディスプレイも見ていきましょう。ここでの CC は、ケーブル・コネクタ内に実装された抵抗の値が示されています。Type-C 登場初期、56キロ抵抗を聞いた記憶はありませんか？それです。ケーブルの電力的な使用を抵抗値で示しています。一番上に表示されているのは電源線の抵抗値です。グラウンドの導線と V バスの導線の合計の抵抗値が表示されています。例えばスマホを充電するとき、ケーブル自体が大きな抵抗となっていたらスマホをフルスピードで充電できない、そんなケースがあります。その判別に役立つ機能です。両端が Type-C のケーブルも見てみましょう。刻印も印刷も何もないこのケーブルですが、チェックしてみると USB3 Gen2 に対応、 E マーカーも内蔵していて、映像出力にもハイパワーな充電にも使えるケーブルだと分かります。見た目では分かりませんよね。パソコンやディスプレイに接続して実際の挙動を観察することなくここまでわかるのはとても便利です。このケーブルチェッカー、怪しいケーブルを見分けることもできます。ドキュメントによればウェアードケーブルモードが存在し、 CC について規格外の実装が見つかると詳細に表示してくれます。手元に該当するケーブルがなくて実例はお見せできないのですが、なんかおかしい怪しいケーブルの調査の手がかりになりそうです。このケーブルチェッカーにはタイプ C 以外のコネクタも用意されています。タイプ A、ミニ、マイクロです。タイプ A、タイプ C のケーブルはもちろん、まだまだ出番のあるマイクロ、たまに必要なミニも計測できます。特に充電専用ケーブルを見分けたり、充電の遅い、血栓の不安定なケーブルを見つけるのにも役立つでしょう。ミニ、マイクロに関しては OTG 機能の判別もできます。今回は USB ケーブルチェッカー2を紹介しました。
ケーブルのチェックをするという地味なツールではありますが、ケーブルにまつわる悩みを簡単に調査できるユニークな商品です。ここで最初のタイプ C ケーブルたちの答え合わせです。ケーブルチェッカーによればこのようになっていました。電源ラインの抵抗値が結構違いがあったり、 E マーカー内蔵だったり、このツールでこそ見えてくる特性が分かりました。大量に積み上がったケーブル、これで整理できますね。ビットトレード1 USB ケーブルチェッカー2はビットトレード1の公式オンラインショップにて販売中です。概要欄のクーポンを合わせてぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルではパソコンや電子工作、3D プリンターなどに取り組んでいます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。